日本電機 NEC カシオモバイルコミュニケーションズ NEC の携帯電話一覧メリアス N-06C ドコモスマートフォンメリアス WPN-06C あとのドコモウィズシリーズメリアス WPN-06C は NEC カシオモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である ドコモスマートフォンの一つとして発売され、2011年冬、モデル発表以降はドコモウィズシリーズに分類されている。本端末は NEC のスマートフォンブランドであるメリアスシリーズ第2弾で N-04EC の後継機である。大きな特徴としては N-04EC をベースに新たに IPX5-7 相当の防水性能も搭載されている。また、ワンセグ お財布形態、赤外線を搭載したまま、薄さ 7.9mm、重さ 113g と極薄、軽量を実現している。N-04 シート、同様、薄さを保つために、ディスプレイ表面のガラスは、ゴリラグラスを採用しており、端末が壊れないよう、ステンレスと樹脂を一体化した、強合性ハイブリッド構造や、アルミフレームなどによって、剛性を確保している。 N-04C に近いデザインとなっているが、表面は防水性能を高めるために、N-04C の表面下部にあった、ホームボタン、戻るボタン、サーチキーなどのハードキーは、制限容量式のタッチタイプのボタンとなっている。裏面には、LED フラッシュの搭載されたカメラ、音量ボタン、赤外線ポートが備え付けられているほか、サードパーティーのカバーなどが取り付けやすい形状と、 なっている。液晶画面はゴリラガラスを使ったフルタッチ対応の静電容量式のタッチパネルとなっている。また CPU はスナップドラガン m s m 8 2 5 5 1ヘルツへクロックアップ N-04C では Android 2.2だった OS は Android 2.3になっている。通信速度も向上し、下り最大十四 m b p s といった。 HSDPA カテゴリー10に対応した高速通信が利用可能となる上 Wi-Fi では i e e 8 0 2 1 1ビット GN が対応し最大 150Mbps の超高速通信も利用可能となる。文字入力方式は N-04C で採用された ATOC のほかに従来の NEC 製携帯電話で採用されてきた T9 式にも対応している。 Wi-Fi、テザリングに対応している。最大5機種同時接続化。カメラは510万画素と N-04 c と同等であるが、起動から撮影までが早い、瞬撮機能に対応する、瞬撮起動と窓加速撮影を実現。その他に ISO12800 の高感度撮影、6軸手ブれ補正、自動シーン判別などの機能も搭載されている。 また動画撮影では HD 動画の撮影も可能となっている。センサーは光センサー、G センサーなどが搭載されており、G センサーを使って歩数計機能が利用可能となっている。またその歩数計とセットで健康管理ができるアプリケーションメリアスウェルネスが利用可能となっている。本端末では NTT ドコモが開発した。 Android 用のユーザーインターフェースであるドコモパレット UI が搭載されており、この UI を利用することでたくさんダウンロードしたアプリケーションなどをカテゴリーごとに整理することが可能となり、目的のアプリケーションが簡単に見つけることができるようになる。またパレットは自分好みの色にすることができるほか、よく使うアプリを自動的に最上段に表示させることができる。 その他のドコモ仕様のアプリとして、ビートブ、アイチャンネル、メロディコール、トルカにも対応する。ワンセフでは、G ガイド番組表アプリから、視聴、録画の予約が可能なほか、持ち出し機能に対応したパソコンなどで録画した、地デジ番組を、マイクロ SDHC カードで持ち出して、外出先で視聴することも可能となっている。電話帳には、電話番号や、メールアドレスのほか、 Mixi や Twitter、Facebook といったソーシャルネットワークサービスのアカウントも登録でき、表示される各 SNS のアイコンをタップするだけで、その人と SNS を通じたやりとりが簡単にできるようになっている。ブラウザ画面やメールなどに表示されている文字をタップするだけで、ブラウザなどから検索を行うタップサーチ機能も N-04C から引き続き搭載されている。 PC リンク機能が搭載され、N-06C をサーバにして Wi-Fi 経由で PC のブラウザから接続し、データの閲覧を行うことができる。また、同機種にはアマダナとのコラボモデルも用意されており、アマダナモデルにはアマダナのロゴが入った専用のレザーケースが同梱されているほか、オリジナル音楽プレイヤーや SNS ツールなどの専用アプリがプリインストールされている。 対市場向けに販売されているメリアス 101S、メキシコのテルセル社向けに発売されているメリアス 101T、ビッグローブ 3G 向けのメリアス4ビッグローブは、この機種がベースとなっている。このうち、メリアス4ビッグローブは、セット販売される SIM カードがデータ通信専用のため、ほぼスマホを自称している。ブラウザでは、フラッシュプレイヤー10.2、ジョバスクリプト、 HTML5 がアドオンされており、パソコンとほぼ同等の動きのあるサイトの閲覧が可能となっている。メールでは、Gmail や Pop、imap のメールがサポートされているほか、imode メールと同じ a t d o c o n e j p のプッシュ型のキャリアメールが利用できるように、sp モードアプリがプリインストールされている。gmail では、複数アカウントでプッシュメールが利用できる。 また音声入力メールが対応している。SP モードではマイ・ドコモの ID 発行や携帯データお預かりサービスのような電話帳のバックアップを利用することができる。Android OS 用のアプリケーションマーケットである。Android マーケットが利用可能であり、30万を超えるアプリケーションの中から自由にアプリケーションをインストールできる。その他に NTT ドコモが提供する。 どこもマーケットからもアプリケーションをダウンロードができる。なおこれらの中で日本円に対応したアプリケーションでは携帯電話料金課金に対応している。オート GPS 対応2011年7月7日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。2011年8月31日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。 2011年12月19日以下の不具合の修正と機能の追加がソフトウェアアップデートによって行われた。2012年4月10日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。2014年4月7日に以下の不具合の修正がソフトウェアアップデートによって行われた。ありがとうございます。